た。ねに、はい、ここです。ねに、どうかな。ねに、ねに、どうかな。はい、上手、ありがとう。はい、ねに、ここよろしく入りましょう。あとね、2分ほどしますと、明日にかけて復習が止まりますので、代わりの方が早めに明日触れ合いしている方をお待たせしてください。どうぞ、ゆかです。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ、ゆかです。どうぞ、ゆかさあ、ガーベルに触れたお客様、続いて外し、失礼しました。足刈り触れたお客様、続いて始まるペンギンプールへとお集まりください。はい。はい、ありがとうございます。ペンギン触れますか。お願いします。はい、ここからはペンギンに餌をあげをスタートしていきたいと思います。まずはペンギンに餌のあげ方で教えていきたいと思います。お腹の尻尾を持って上からポコッと落とすだけです。ただ手を、ね、近づけすぎるとね、餌と間違えて噛まれちゃうことなので、必ず上からポコッと落とすだけですので、簡単に餌やりしていきたいと思います。それでは先頭のお客様からスタートしていきたいと思います。はい、ではね、徐々にゆっくりとね、前の方を進んでいきますのでね、皆様列の前の方をちょっと見ておいてくださいね。せーの、ゆっくり。ゆっくり下がります。どうぞ。ペンギン餌をあげようも、餌をあげる前にですね、手をアルコール消毒させていただきます。アルコールが苦手なお客様はですね、事前に石鹸を使った手洗いのご協力よろしくお願いいたします。大丈夫かな。はい、ではどうぞ、ゆっくり前へとお進みください。ありがとうございます。このペンギンフォームにいるペンギンたちのね、紹介からいきたいと思います。このね、白と黒の模様がとっても特徴的なペンギンたち、種類はブンボルトペンギンと言います。皆様ね、ただペンギン、ペンギン言うだけじゃなくですね、種類覚えておきましょうね。フンボルトペンギンですからね、よくね、フンボとルーとかね、フンボペンギンなどを言う人もいるんですが、フンボルトペンギンですからね、ぜひ覚えてください。はい、どうぞ。フンボルトペンギンの特徴はね、白と黒の模様の他にもね、いろいろあります。目の周りがピンク色なのもね、フンボルトペンギンの特徴です。2種類でケープペンギンだったり、アデランペンギンというのもいるんですが、フンボルトペンギンだとね、このピンク周り、目の周りが、ね、ピンク色なのでね、ぜひ見分けてみてください。はい、ありがとうね。お願いいたします。はい、どうぞ。皆様にあげていただくお魚はアジです。ミツランドではね、アジの他にイカナゴなんかも置かれています。やってみようと思うと、ペンギンたちは小魚ですね、イワシの群れだったりなんかをね、追っかけながら小さな小魚を食べていきます。ペンギンの餌をあげようと10分まで行っていきます。並ぶことにお魚1匹との交換となりますのでね、何回も並んでいただければね、何回もペンギンたちに餌やりすることができますので、ただ1回だけでなく、何十回、何百回とね、並び直してペンギンとの餌やり楽しみをください。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。そしてこのペンギンプールにはですね、約60羽のフンボルトペンギンたちが暮らしています。1羽1羽ですね、名前がついているので、しっかりと皆様でも見分けることができるようになっています。では皆様でもどうやって簡単に見分けることができるか紹介していきたいと思います。それはですね、翼につけているカラーバンドありますよね。こ
れの色の組み合わせでね、皆さんも簡単にペンギンを見分けることができます。ですがね、よく観察すると右側の手羽先つけているペンギンと左側にね、腹ぶんとつけているペンギンいるの分かりますかね。これはね、オスメスを判別するときに皆様でもね、見つかっていただきたいと思うんですが、右側にバンドがついていたらオスのペンギン、そして左側についていたらメスのペンギンというふうにニュージーランドでは見分けています。どうぞ。あ、じゃあゆっくり前とお進みください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではゆっくり前とお進みください。なかなかね、ペンギンたちね、実はオスメス見分けるのとても難しいんです。他の動物だとオスの方が大きかったりするんですけど、ペンギンたちあんまり大小が変わらないので見分けるのとても難しいです。ですので、ビーチランドでは採血をして、オスかメス調べてからペンギンたちの名前を決めていきます。はい、どうぞ。どうがすかまえ、どんどん。ナイキソネ。はい、ありがとうございます。どうぞ。ナイキソネ。はい、ありがとうございます。どうぞ。ビーチランドのね、ペンギン、ヘンコルトペンギンたちはこの時期、繁殖の時期でね、卵を産む時期になっています。餌をあげる場所の反対側のプール、行っていただくとですね、去年の12月に